内田君。日本共産党の藤野康文です。大臣大変お疲れのことと思いますが、私最後ですので、よろしくお願いいたします。私北陸信越ブロックの選出でして、新潟をはじめとして、米どころがたくさん、ございます。そしてどの県でも農業農家が地域の経済と社会と文化を支えている、こういう地域でございます。その 農業が今安倍政権の下で大きな曲がり角に立たされているというふうに思います。今日はこの問題をいくつかの角度から伺いしたいと思っております。まず確認なんですが、国連は昨年を国際家族農業年というふうに指定をいたしました。これは世界どこでも農業が家族経営によって支えられているからだというふうに思います。全農家に占める家族経営の割合はフランスで7割、アメリカで8割、ドイツ、イギリスでも9割、そして日本でも9割というふうになっております。そこで農水省にお伺いします。国連はこの国際家族農業デーに先立って、2011年12月に決議を挙げていると思うんですが、どういう内容で、日本政府はどのような態度でしょうか。こちらで言いましょうか。内容。じゃあ中身的にはですね、2011年、12月に、決議が行われてまして、前文がありまして、そこにはその国際家族農業年を設定した背景として、第5パラグラフにおいて、家族農家や小規模農家が食料安全保障の達成を目的とした持続可能な食料生産の基本であるというふうに、認定といいますか確認をしております。この小規模農家や家族農家が持続可能な食料生産の基本であると、この点についての日本政府の態度についてお答えください。今城大臣官房総括審議官。はい、国際家族農業年についてのご尋ねでございます。委員おっしゃる通りでございます。総会決議2011年におきまして、農家と小自作農は、食料安全保障を達成することを目的とする持続可能な農業食料生産にとって重要な基礎であることを確認しという文言がございます。でまさにですね、私どもそういうことも踏まえまして、昨年の国際農業年ということに関しまして、21世紀の家族農業に関する会合ですとか、そういうものに積極的にですね、参画してきたということであり、またそういう役割、食料安全保障と貧困の撲滅に大きな役割を果たすということを広く世界に周知させることや、各国のそれぞれの取り組みを奨励するということで制定された家族農業年と認識しておりまして、まさにその通りだというふうに考えております。藤野君。日本政府も、この国連決議を支持していると。つまり、家族農業や小規模農家が、持続可能な食料生産の基本であるということだと思います。こうした家族農家をはじめとする、農家を応援する政治が求められていると思います。私も先日、お話伺ったある農家の方は、せめて 2,3 年後の見通しが持てるような、交付金、こういったものも考えてほしいと、こういう要望をいただきました。しかし実際には、まさにその交付金につきましては、直接支払い交付金をなくしていくという方向でありますし、全体としては、小規模農家、家族農家というものがどんどん追い込まれているというふうに認識しております。先日富山県の農家の方からお話を伺ったんですけれども、富山は農業生産の9割以上がお米でして、まさに米が大変重要な作物であり、昨秋の米価の大暴落というのは本当に打撃になっております。ある農家の方は20兆部作ってらっしゃる方なんですが、この方お話聞きましたら500万円の損失だと、もう殺されるようなもんだという言葉も使っていらっしゃいました。もう完全放棄するしかないとまで、本当に切実な、訴えを寄せていただきました。大臣にお聞きしたいんですけど、こうした交付金の、半減あるいは米価の暴落というものを受けまして、農家の所得というのは軒並み減っていると思うんです。
でその下で安倍政権は農業所得倍増するということを方針掲げていらっしゃいますけれども、一体どうやって所得を倍増していくという、お考えなんでしょうか。林則大臣。今委員がおっしゃっていただきましたように、米価は 昨年の非常に大きな動きを見せたわけでございますが、やはり今2、3年先というお言葉がありましたけれども、もう少し5年、10年経ってもですね、持続可能な農業の姿というものを何とか描いていかなければならないと、まあ、逆に言うとそういう姿を描きませんと、今から若い人が入ってきてやっていこうということになかなかならないと、こういうことも一方であるわけでございまして、まあ、そういう意味で米の政策の見直しということをやらせていただいたわけでございますが、まさにこの誰がこの米を消費していただくかと、買っていただくかと、このことも同時に考えていきませんと、この5年10年この持続可能なことになっていかないだろうということで、一連の改革をやってきたところでございます。したがって昨年の25年12月に農林水産業地域の活力創造プランを取りまとめて、ここに今お話のあった農業農村全体の所得を今後10年間で倍増させることを目指すと、こう書いてきたわけでございます。でやはりこれは需要の拡大、これは国内外でございますが、輸出の促進やですね、それから国内の例えば介護食品向けといったようなですね、需要質量ともに拡大をしていくということ、また農地集積を農地中間管理機構等を活用して加速化することによって生産コストの縮減をするということで所得を増大させると、またその農業直接の所得の増大に加えてですね、加工直売の取り組みの推進、農家民宿、こういったところで都市とですね、農産業村の交流の促進、こういうことをやることによって、いわゆる六次産業化と言われておりますが、こういう六次産業化等の推進を通じて農村地域の関連所得の増大、これを図っていこうと、こういうことでございます。また現在食料農業農村基本計画の見直し作業を行っておりまして、いろんな地域別、また品目別のですね、具体的なモデルも作りながら、施策の具体的な方向性というものを示してまいりたいと思っているところでございます。藤野君。今大臣からさまざまな、方策が示されまして、中で、農地の集積ということもお話ありました。まあ、今日も、多くの議員からこの農地集積につきましてはお話あったと思うんですけれども、私もやはりこの問題は非常に重要だというふうに思っております。これも富山でお聞きした話ですけれども、現地では今でもこの集約化の圧力っていうのはすごいんだという話を聞いてまいりました。こうおっしゃってるんですね。小さい田んぼじゃダメだと、個人個人じゃダメだと、もっとでかくやれと、こういう指導がものすごく入るというお話でした。ものすごく指導が入るってこういう表現なんですね。まあ、県だったり土地改良区だったり主体は様々でしょうけども、末端はそういうことになっている。しかし背景にあるのは安倍政権の農業政策だというふうにおっしゃっていたのも共通しております。そこで農水省にお聞きしたいんですが、農地の集約、いろんな質問ありまして、いろいろな方策があるということなんですが、私がお聞きしたのはそのうちの一つとして、テコとして中心経営体に農地を集積していく、いわゆるその促進事業制度というのが、昨年から始まっていると。これどういう制度で、あるかというのを簡潔に教えていただければと思います。三浦農村振興局長。お答え申し上げます。先生のお話にございましたのは、農業競争力強化基盤整備事業における農業経営高度化促進事業についてでございます。でこれは農地の大区画化ですとか排水対策等の農地整備事業と合わせまして、中心経営体への農用地の集積集約化に向けた支援を行うものでございます。で主な支援内容といたしましては、農地整備事業の実施地区におきまして、事業完了後の中心経営体への農地の集積率に応じまして、事業費の最大 12.5% までの促進費を交付するものでございます。
で、この促進費は農地整備事業の実施にかかる農家負担に使用すること等が可能でございまして、これによって実質的に農家負担なしで事業を実施することも可能となっているという制度でございます。本事業を活用いたしまして、農地中間管理機構とも連携をいたしまして、担い手への農地集積集約化を推進してまいりたいと考えております。藤野君、ありがとうございます。まあ、要するにこの制度は農地を集約すれば農家の実質負担がゼロで集約工事ができるということであります。まあ、破格の制度だというふうに思うわけです。まあ、ただでできるんだからこの際集約化しろというふうに地元では受け取られている。そのための予算が昨年は324億円、今年は341億円と、まあ、非常に大きな予算を使って国がまさに農地の集約を強力に進めていると、ただでできるんだからと、こういう話であります。まあ、しかしこれが冒頭国際農業年でも言いました持続可能な農業につながるのかということが問題だと思うんです。むしろ矛盾を生んでるじゃないのかと。と言いますのは、農家の方こうおっしゃってました。農地集約したら、農地が大規模化したら当然機械も大規模化する、機械を大規模化したら動かせる人も限られる、人数的には少ない人数で済むようになってしまう、集約されて土地がなくなった、働くこともなくなった高齢の方や、そういう専門性のない方は排水の用水路の掃除などの仕事があるじゃないかという話もあるそうですが、しかもこれには交付金も出るけれども、出るんだけれども金をもらってもやりがいはないんだと、こういうお話でした。今まで物を作ることに喜びを持って農業やってきたのに、排水の掃除だけやれと言われても2年か3年はやるかもしれないけれども、みんな離れていきますよ、こういう声でした。持続的な農業にならなくなってしまう。別の方は、自分の田んぼというのが大規模化したら図面上はここですよと言われたらそうかもしれないと、けど見たら全然わからない、全部鳴らされちゃう、こうなると田んぼに愛着がなくなってしまう、こう言ったえいただきました。自分の田んぼがそこにあるからこそ盆暮れには行くし、村の行事、お宮さんとかそういうお祭りとか、そうしたものにも参加する。しかしそういうものも行かなくなってしまうだろうと、こうおっしゃってました。まさに農村の崩壊になってしまう。先ほど若い方のお話もいただきましたけれども、今富山では若い人が農業に希望を持てなくなりつつあるというお話も伺いました。認定農家になった方が早死にする例も生まれてきている。若い方にお前頑張りすぎるなよと、無理するなよと、ベテランが言いますと大丈夫ですと、こう言って続けられそうなんですね。しかしそういう方から先に体を壊してしまう、本当に逆に矛盾を生んでるんじゃないかというふうに思うんです。若い方はじめとして見通しや夢、やりがい、生きがい、農業にそれを感じられなくなってしまう、誰に聞いてもやる気が失せてしまうという声に私は本当に衝撃を受けました。やりがいが感じられない、やる気が失せる、田んぼに愛着がなくなる、これ決して個別の例ではありません。大臣にお聞きしたいんですが、集約化を進めていく、ただだからやってみよう、その一方で小規模農家に対する支援というのがない、このバランス変えたやり方というのが多くの農家にやりがいを失うという結果につながってるんじゃないでしょうか。結果としてつながってるんじゃないか。この点についての大臣の率直なご認識をお聞かせください。林則大臣。いろんな方にお話を聞きますと、それぞれ地域によっても、またその置かれたお立場によってもそれぞれのご意見があるところでございます。なかなかこの一概にこうだというのが言いにくいところが、農業の難しいところだとは思っておりますけれども、今委員がおっしゃっていただいた中でですね、例えばその大規模化すると機械も大規模化しなきゃいけないというふうにおっしゃっていただきましたが、それはどのぐらいの大規模かということにもよるのかなと。私が大体聞いておりますのは、大体1台でですね、10から15ヘクタールぐらいまではやれると。それに比べまして北海道を除く都府県の平均面積は 2.3 でございますので、やはりそこの 2.3 から10、15に集約していくということになれば、1台の機械のままでですね、あまりその過労死のようなことにならずに効率的にやって生産費が下げられると、
それを例えば15が50、60となってきますと、今委員がおっしゃっていただいたこともですね、まあ、あるいはあるのかなと、こういうふうに思って聞かさせていただいておりましたが、この間仙台に参りましたときに、実は自分のところは50ぐらいやってらっしゃるという農家の方がいらっしゃって、家族で、まあ研修員の方も数名いらっしゃいましたけれども、機械は1台でやっておられると。で私、ちょっと、不思議に思って、1台でどうやってやるんですかとお聞きしたらですね、時期を少しずつずらして、まあ、3日、4日ずつずらしていくと、田植えもずれるし、収穫もずれるし、1台でやれるんです、まあ、こういうお答えでございまして、なるほどなと。こういうふうに思ったところでございます。したがって先ほど家族農業年のお話がありましたけれども、まさに家族農業経営の中でですね、規模を集積していくということも当然あり得るわけでございますし、規模を集積するといっても、その1ヘクタール満たないものが1、2、3と上がっていくのも集積であるし、それが10、15というところになるところも集積であるしですね、さらにそれがさらに大きくなっていく、まあ、いろんな規模の集積というのがありますので、そのフェーズに応じた、またケースに応じたですね、しっかりとしたこのサポートというのが必要になってくるんではないかと、そういうふうに考えております。藤田君、私も富山あるいは他のところも調べましたが、確かに富山は平均は 2.3 なんです。ただこの10年ほどで見ますと、一番増えているのは30ヘクタール以上のそういう農業法人でありますし、2番目に増えているのが20から30というそういう大規模なところであります。ですからまだ小規模農家がありますので、割ってみると 2.3 ですけれども、最近やはりこうそういう意味での集約化が非常に加速しているというのが実態であります。そこで機械も大規模化せざるを得ないというのが各地で生まれているというふうに思います。そしてもう一つ、私が衝撃を受けましたのが、別の農家の方がおっしゃったんですけども、こうおっしゃっておりました。今の政策は企業参入まで見越したものだということを感じていると。要は特区にしやすくするということだと。俺らにしたらその地ならしだと、こうおっしゃったわけなんです。これは私もはっきり言って、まあ、胸を射抜かれる思い出したけれども、その地ならしという言葉をこれほどある意味その切ない思いで聞いたことはなかったわけですが、一方で先ほど大臣おっしゃったように、家族経営やりながら大規模化していく、あるいは家族経営を応援しながら、そこをしっかり支えながら大規模化のニーズにも政治が応えていくということであれば、こうした声出てこないと思うんです。なぜこういう声が出てくるかといえば、実際には需給調整にも手をつけない、米価暴落大変な状況だ、その上に交付金もなくなっていく、いずれなくなっていく、小規模ではやれない、家族では見通しが持てない、やる気が失われる、これが一方であるもとで、ただで大規模化してやる、ただで集約化しろと、こういうやり方で、じゃあと言って取りまとめてやって、そのやってる方なんです、やってる方からこれは何のためなんだと、結局企業参入の地ならしじゃないかと、こういう声が出てるっていうのは、私は本当に深刻な事態だと思いますし、そう思うのも当然じゃないかと思うんです。やはり今、農政があまりに小規模農家や家族農家に冷たい、一方で集約化。ですから、そういう声が生まれるんじゃないでしょうか。大臣、この点についてどう思われますか。林大臣。まずその、7500円とか1万5000円の交付金でございますが、これは民主党時代に始まったものでございまして、規模の要件がございませんので、規模がいかに小さかろうと大きかろうとですね、なくなるものはなくなります。まあ、したがってむしろ先ほど来のご質問を聞いておりますと、むしろ中規模の方の方がですね、経営に対する影響が大きいんだという、まあ、ご指摘もあったところでございます。一方でこの今どのぐらいの程度の集積化ということもございますけれども、やはりこの規模を集積していくことによってですね、単位あたりの生産コストが下がっていくということで、ございますので、やはりその農家の所得がですね、まあ、増えていくということをやっぱり目指していくべきであろうというのが、まあ、我々の考え方であります。でそこでですね、その、まあ、地ならしという言葉がありましたが、この農地を所有できる法人である農業生産法人、これの要件につきましては、この昨年6月にこの政府与党の取りまとめをいたしまして、
今月法制度の骨格を決めさせていただきましたが、この法人がですね、6次産業化等を図って経営を発展させようとする場合の障害を取り除くと、まあ、こういう観点でですね、役員の農作業従事要件とか構成員要件の見直しを増したところでございますので、何かこの企業が入ってくるための準備をしているということではないということは申し上げておきたいと思います。藤野君。私は一方で農地集約という、まあ、ある意味文字通りのこう地ならしというものが進んでいるということと、同時に今安倍政権が進めている国家戦略特区についてもお聞きをしたいと思うんです。先ほど企業参入の地ならしということと合わせて、要は特区の地ならしをしているんだということも声としてご紹介しましたけれども、この特区実は私の地元であります北陸信越ブロックの新潟市が、農業特区として、選定をされております。兵庫県の養父市と並びまして、新潟が平地の特区、養父が中山間地の特区ということなんですけれども、簡潔に内閣府にお答えいただきたいんですが、この新潟と養父それぞれ、農業法人生産法人として、参入しているのはどのような企業でしょうか。富谷内閣府地方創生推進室室長代理。お答え申し上げます。国家戦略特区についてのお尋ねでございますが、農業関係の特例を盛り込んだ国家戦略特別区域計画につきましては、まず養父市は平成26年の9月9日と平成27年の1月27日に、また新潟市は平成26年の12月19日に内閣総理大臣の計画の認定を受けたところでございます。このうちお尋ねの農業生産法人に係る農地法等の特例に関しましては、新潟市では株式会社ローソン、株式会社新潟ビルの2社が認定された区域計画に位置づけられております。また養父市では有限会社新選組、株式会社近畿久保田、吉井建設有限会社、オリックス株式会社及び養父パートナーズ株式会社、ヤンマーアグリイノベーション株式会社、株式会社姫路製菓卸売市場、株式会社マイハニーの8社が認定された区域計画に位置づけられているところでございます。藤野君。要するにほとんど株式会社と、養父の場合8のうち2だけが有限会社で、あとは全部株式会社、新潟も、ローソンと、新潟ビールという株式会社ということで、当初の狙い通り株式会社が参入をしているわけですけれども、私たちも安倍総理はよく、民間企業の創意工夫ということを強調されるわけですけれども、それ自身を、否定しているわけではありませんが、ただどんなに創意工夫にあふれた企業でも、体力が続かなくなるということがあるわけで、要はそうなったときに踏ん張れるのかということが、問題だと思います。実際これまでも日本各地で参入した株式会社が撤退するという例が生まれております。有名な話ですけれども、電子機器のオムロンや、あるいはワタミ、あるいはユニクロ、こうした、名だたる企業が農業に参入して、1年半とか3年とか非常に短い期間で撤退しているということが実際起きているわけです。ですから持続可能な農業といった場合に担い手足りえるのかという点で、非常にやはり私は問題だというふうに思います。そしてこの新潟の特区は決して全面参入でありませんで、まさにまだ、ありの一欠といいますか、非常に限られた参入になっております。例えば、先ほどお話ありました農業生産法人の要件、いろんな要件ありますけれども、今回は役員要件の緩和ということで、いろんな役員さんの中1人だけ、農業従事者いればいいということの緩和なんですけれども、もともと新潟市などが当初規制緩和要望として挙げていたのは、いわゆるその出資要件そのものを変えてくれということで、こちらの方が本丸というふうに本人たちもたびたび言っております。そういう点ではまさに小さく産んで大きく育てるというのがこの特区の特徴なわけで、まさに地元に受け入れやすいものからやって、あとはどんどん広げていこうというのを北陸信越でやろうとしているということで、絶対に許せないなというふうに思ってはおります。ただこの特区というのはまだ具体化がこれからということで、質問にあたってレクをしたんですけれども、
中身もまだこれからということですので、ここ今日は私からはプロセスについて、をちょっとお聞きをしたいと、大臣の認識をお聞きしたいというふうに思うんです。と言いますのも、このトークを進めるためにいろんな会議、国でも、地方でも作られているわけですけれども、農家が入ってない、生産者が入ってない、あるいは先ほど大臣もおっしゃった消費者も入っておりません。いわゆる特区を進めたいという大臣の方や、あるいは手を挙げた首長の方や、新潟で言えば新潟経済界同友会代表幹事、こういう方が、ごく少ないメンバーとして会議に入っていらっしゃると。国会の方でもそうですけれども、要は農業改革を進めるんであれば、その農業の当事者、その声を聞くべきじゃないのかということなんです。大臣にお聞きしたいんですけれども、この特区で行われようとしていることは、いずれも農業の未来を左右する大問題だと思います。それなのに、当事者が入っていない。大臣自身も、国の会議には入っていない。入れてもらってない。このことを農業に責任を負う大臣として、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。林大臣。これは前も、聞かれたことが実はございますが、自民党の中からもですね、国家戦略特別区域会議というのがございまして、ここにはですね、必要に応じて関係行政機関の長や区域計画等に関し密接な関係を有するものを加えることができると書いてございます。また総理の下にですね、国家戦略特別区域諮問会議ということで、ここに総理、官房長官、担当大臣、また指定する国務大臣ということで、関係大臣もですね、必要に応じ参加をして、同意をすると、こういう仕組みになっておりますので、そういう形でしっかりとですね、この私も農林水産業を所管する大臣として、この農林水産業の健全なる発展と両立するようにですね、見てまいりたいと思っているところでございます。藤野君。私もその質疑拝読したんですけれども、大臣は閣議決定で自分が、しっかり、ものを申すんだということと、合わせて今おっしゃられた、いろんな会議に臨時議員として参加されるということもおっしゃっていらっしゃいました。率直に言って本当にそれで大丈夫なのかなというふうに私思ったのでご質問しているんです。と言いますのも、閣議決定の場というのはもうそこまで行ったら、本当にもう大変なことで、そこに行く前にいろいろやることがあるんじゃないのかと、あるいはその臨時議員としての参加も、今意味塾もおっしゃいましたけど、議長である総理が必要があると認めたときに初めて参加が認められるという限定付きであります。大臣が自ら会議に乗り込んで発言されるということであれば、あれだと思うんですけれども、呼ばれたときだけ行くということでは、実際的には何の担保にもならないのではないでしょうか。一方では、大臣、先ほどおっしゃったように、その現場でどんどん話が進んでいるわけです。新潟では昨年もう2回、このいわゆる特区おっしゃられた区域会議が行われております。でこれにはいわゆる国家戦略特区諮問委員の有識者である八田達夫さんだとか、小松の坂間さんだとか、そういうまさに推進の方ばっかりが現地に行ってどんどん議論されていると。で中身は本当に追加の規制緩和の話ばかりなんです。そういう点では本当にこれでは農家の声が反映しないと、中央でも反映しないし、地方でも反映しないというふうになります。この新潟市が特区に選定された昨年3月28日に市長が記者会見されたんですが、これには先ほど触れましたけど、新潟経済同友会の筆頭代表幹事の池田博さんが同席をされております。農業特区に関する記者会見なのに、農家の代表はいなくて、地元同友会の代表幹事が共同出席されると。しかもその代表幹事はこうおっしゃったんですね。プレイヤーは誰かとなると経済人なのですと。これからやるのは経済人だと。できるだけやりやすい枠組みを市とともに進めていくと。豪語されました。本当にそういう意味では、国レベルではかろうじて大臣おっしゃったような関与ができるかもしれません。しかし現場ではまさに経済人がプレイヤーだと、名実ともにそうなっている。これで本当に持続可能な農家が、農業ができるのかと、
私は絶対できないというふうに思います。そういう点では本当に、まあ、この問題改めて大臣にもお聞きしたいんですが、この問題というのはまさに農家の立場に立った政策というのがもう今ほど求められるときはないというふうに思うんです。先日私3月に長野県のある JA の代表理事組合長にお会いをしてじっくりお話をお聞きしたんですけれども、その組合長こうおっしゃってました。農業は岩盤の上に土壌があって初めて成り立つんだと。岩盤のないところに農業は成り立たないんだと。藤田君、申し合わせの時間がすでに来ておりますので、はい、まとめていただきました。はい、冒頭申し上げましたけど2014年は国際家族農業年です。そして今年2015年は国連の国際土壌年に指定をされております。岩盤があって土壌があって初めて農業は成り立つと。そういう意味では岩盤規制を掘り崩すという、まあ、見当違いの政策を転換して今頑張っている家族農業や小規模農業を応援する政治への転換を強く求めて質問を終わります。